翡翠小太郎の名言ラジオセラピー。こんにちは、翡翠小太郎の名言ラジオセラピープロデューサーの伊藤直子です。今週のゲストは平成の坂本龍馬とお龍と翡翠さんにまさに名付けられた松田辰徳さんと千恵さんのカップル2人をお招きして令和の時代のパートナーシップを熱く語っていきます。それではどうぞ。なんかやっぱりこう我慢してやってきたこととか無理してきたこととかもしくはまあ旦那さんとかパートナーの顔色を伺ってしまう部分とか、うん、やっぱりそういうところってたくさんあったんじゃないかなって思っていて、うん、やっぱりコロナで旦那さんずっといて、うん、ちょっと嫌だなとか、うん、なんで私ばっかり料理作んなきゃいけないのよとか、うん、あったとしたら伝えられるかどうかじゃないですか、うん、やっぱり、ね、まず本音を、うん、言えないっていうのも苦しいし、本音を言ってもそれが伝わらないっていうのが、はい、本音を言える2人になって本音が言えた結果良くなっていく環境があればやっていけるってことだよね、うん、そう思いますね、うん、しかも最初のうちって、うん、やっぱりこう一番奥の本音は愛してるとかね、一緒にいたいとかかもしれなくても、うん、その上にたくさん不満が溜まってたりとか、不満が溜まってるよね、なんでこうしてくれないのよとか、うん、私ばっかり頑張ってとか、うん、たくさん表面は不満とか怒りがあって、うん、そうだね、それを取らないと確かにもっとこうしてくれればいいのになとか、ね、私一人で悲しいなとか、うん、なんかその悲しみもいかなくて、うん、でしかもそれも伝えられないと愛にはいかなくて、うん、なるほどね、結構喧嘩不満を出し切らないと、ね、愛にたどり着かない、うんそうなんですよ。あ、パンドラの箱みたいに、そうなんですよ。最初いろいろ開けちゃいけないっていう箱を開けちゃうと不平不満がどんどん出てくるけど、うん、最後に一つ残って、うん、あなたな誰っていうと僕は希望だよっていうのがパンドラの箱ですけど、うん、その不平不満も全部出してあげないと愛にたどり着かないわけね、うん、今さらっと素敵なこと言ったよね。え、ワンモアいいですか。パンドラの箱、うん、最後に希望、まあ、僕は希望だよって、うんまあ、最後、うん、その愛にたど全部出さないと愛にたどり着かないということなのね、まあ、それじゃあもう丁寧に本音をね言い合ってさらに本音を話し合った上関係を良くしていく間柄じゃないと絶対に愛に行かないということで、不満を我慢し続けてるだけだったら、うん、もう一緒にいたくないっていうゴールしかないもんね、うん、そう思いますね。パンドラの箱を開けて希望があるから、うん、みんな多分骨をぶ当てられるんだけど、うん、もう希望なんてないのかもしれない、うん、私たちもダメなのねっていうこのなんか絶望だったらどうしようみたいな、その不安と恐れもあって、うん、その層が厚くなる、あの、うん、パンドラを開けられないわけだよね。そうなのそうなの、これ実はもうごめんって、もうなかった希望みたいな、うん、はいネクストみたいな時だった時、なるほど、でもそのいきなり行くのは難しいかもしれないけど、うん、ちょっとずつがいいかもしれないね、うん、まあ、うちのかみさんのいいところってすごいその、うん、とにかく本音を言うんですよ僕、うん、この前その、まあ、今ねその本を書いてる結婚相談所の白鳥真希さんっていう方がね、はい、結婚その相談所、普通の結婚成約率って2割ぐらいらしいんだけどその白鳥さんのところは9割の成約率なんですね。あ、ブログ見たことあるかもしれないです、うん、僕でその秘密を今回そのマイワイのその法則っていうあの本の第3弾として恋愛パートナーシップ編を今作ってて、白鳥さんと組んで大島圭介さんと3人で書いてるんですけど、その何をしてるかっていうのは、まあ、いろんなメソッドがあるんですけど、その自分にとって愛するとはっていうことと、その愛す自分にとって愛するとはどういうことなのかっていうのを書き出して、その自分が大事にしたい愛することって3つ挙げるんですよ。で次はそのどういう時に愛されてることを実感するかっていう、愛されるとはっていうのも全部書き出して3つベスト3をするんですよ。でそうするとパートナーと全く噛み合ってないっていうことが、そうか、
あの自分にとって愛するって言葉がけが大事だってしてるのに、うん、相手は言葉は全く順位に入ってなくて、とか、お互いに大切にしてる気持ちは一緒なんだけど、愛する手段が紙に書き出してみると、愛する定義が全く噛み合ってなくて、それでどん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 お互いに大切にしたいっていう気持ちがあるんだけど、どん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 離れてっちゃうっていうのが、すごくまずそこを明確にするっていうステップがあるんですね。あ、そうなんですね。で、そのうちの場合も、その例えば僕はその瞬間の気持ちをすごい大事にする人なんですよ。起きた時にその今日はお風呂入る前に、普段はお風呂入るんだけど、はい、お風呂入って漫画をゆっくり読むんだけど、今日はもうひらめいてるからもう絶対書きたいって書くとか、なるほどなるほど、うんうん、その瞬間の気持ちで何をしたいかっていうのが変わるから、うんうん、予定決められない人なんですよ。あ、分かります。で、予定決めないことを予定決めないことを実は大事にしてるんですよ、うんうん、でも神さんはすごいバチバチの喧嘩を何度も繰り返してようやく分かったんだけど、はい、そのようやく分かったんだけど、こういうね、白鳥さんが価値観を大事にするとかっていうのも知らない時代僕長かったから、もうバチバチに喧嘩した結果分かってきたのは、神さんが大事にしてるっていうのは予定通り一日をこなすっていうのがすごい幸せなんですよ。なるほど、うん、安心したいんだね。だからそのご飯8時に食べるって言って食べないとめちゃめちゃ神さん怒るんですよ。なるほど。で、そんな俺そんな分かるわけないだろうみたいな、もうバチバチの喧嘩になっちゃうんですよ。で、今日帰ってくるって言ったのに帰ってこないとか、今日泊まるって言ったのに帰ってくるとか、出かけるって言ったのにご飯食べずに帰ってきちゃうとか。なるほど。思い当たる節がめっちゃある。今頭抱えてる。マジだ。いや、神さん、うちの神さん、その予定来る、正直言うと本が売れるよりも神様は僕に本が売れることそんな別に期待してるわけじゃないんです。その仕事に対する成果って僕神さんにとってはそんな順位高くないんですよ。なるほどなるほど。それよりも予定崩さないっていうのが一番最優先なんですよ。すごい仲いいね。だそこういうところがすごいずれてるから、僕にとっては予定をきっちりするって優先順位で言うと100番以内に入らないぐらいなんですよ。だから軽視しちゃうんですよ。で、神さんはそこがすごい優先順位が高いって気づかないから、ずっと約束を破り続けてストレスが溜まってったりとか、まあそういう細かいところが無限にあるんですよね。そのすれ違いありますね。でもそれを本音を話し合わないとわからないからないですね、でも本音話し合うとだんだんお互いの気持ちいいそのスタイルが分かってくるから見えてきますね、うん、そうすると一緒にいればいるほどもう お前が一番居心地がいいみたいになってくる関係が作れると思うんですね。そうですね、そうですね、うん、本音で対話するところのいいところってやっぱり自分の心地よさを大事にしてくれるっていう、お互いにですけども、うん、ってなっていくと、この人が自分の心地よさを一番大事にしてくれる人になっていくんで、うん、よりね、だいぶ効かなくなるよ ね、 ね、その人しかダメになっていく、より一番この人しかダメみたいになってくるよね。でもその特に男性っていうのは察する力が再三に言ってるこの問題に引き続き、ね、そのね、僕の友人の言葉によると、男性の脳は血弱以下だから、のぶみさんね、男性って察する力ないから、全部女性がその私はこういうされると嬉しいっていうのをなんか教育してあげるといいと思う。そうですね、うん、もう本当に細かな小さなところからリクエストしていきましたね。結局そう、それ大事。はい、そこがさ、寄り添えるならいいんだけど、わ無理みたいなのってないの、男性側がってこと、うん、ああ、そうだな、まあ元々の2人の関係性にもよると思うけど、うん、お願いされるときにどういうふうにお願いされたかにもよる気がする。なんか、うん、今の自分を否定されるような感じだったら、うん、ちょっと反発する心も出てくるかもしれない、うん、でもね、相手は相手で、うん、僕だったらその料理作ってくれるったらすごい嬉しいからね。
そういうその料理を作ってくれるとか、なんかその相手側もお互いにやり上げ一個していけば、だんだんそういう いいかなって感じするよね。女性ってさ、まあ、男性もだと思うんだけど、なんか自分を大切にされてないって思った時にものすごくないわってなるんだよ ね、 そのね、大切の仕方がわからないんだよ、大切の仕方がね、あの自分にとっての優先順位が低いことが相手にとって大切だったりするから、ね、あのわからないんだよね、そのランキングあるじゃん、ね、やっぱ奥さんは常に、奥様とか女性としてはやっぱ一番大切にされたいんですよ、悲鳴願望としてはね、私はそうなの、だから価値観云々で今日は、あのまあ僕が言うけど、大切な順位は常にナンバーワンは自分じゃないとおかしいだろうって思うんですよ、思いますよね、いいんですよ、全然好きな時間にね帰ってきたいとか、そういうのも最初はこう、そこも分かり合って一緒にいるわけだから、でもあの待て待てと、あのナンバーワンはの座はおかしくなってないっていうのをもっとちゃんと表現しないと、これそもそもおめえ私家政婦かっていうこととかあるじゃないご飯作ってくれて嬉しいよって、それは当たり前だろって思うんだよね、そのなんか当たり前のようになってしまっているところをこう大切な君のご飯っていう、ここを一致させたいのよ。なるほどね、ただご飯を作ってくれて嬉しいじゃなくて、大切な君のご飯が必要なんだね、そう、まあ、詳しくはちょっと逃げ恥あれを見てほしいんですけど、いや最初はね、あの契約で一緒にいるじゃない、お金を払って、俺が稼いでるんだからっていうのもあったりとか、私が家で家のことやってあげてるんだからみたいな、そのギブ&テイクみたいなんじゃなくて、あんたそもそもねっていう、なんかそのつながりですよ、そこをが、あ、ないんだなって思った瞬間、ないわってなる、諦めちゃってるケースがやっぱり多いだろうね、例えばその、相手が、その例えばこういう学んでる人が何とかしたいけど、ちょっともう相手はもう、ま、諦めてる時は どっから入るといいんですか、男性側ですか女性側、あ、どっちも知りたいね、諦めてない方が相手への愛を伝えるってところだと思いますね、やっぱり諦めてないってことは、自分は少なくとも相手のことが愛してるわけじゃないですか、不満もあると思いますよ、もちろん、今の自分の不満もあると思うんですけど、でもまず愛を伝えることか、愛を伝えるってことが大事だと思いますね、ちなみにタッツンはどんな感じで愛を伝えるんですか、僕は、はい、その知恵さんが言ってくれたことだったら、能力的に可能なことだったら何でもやるっていうのが、そのさっきの話聞いてめちゃくちゃ響いたんですけど、あの順位の話を、僕の一番上はそれなんですよ、大切に、僕の中で大切にするっていうことは、知恵さんが言葉にして望んでくれたことで、能力的にできることは何でもするっていうことなんですけど、あの当初すれ違ってたのは、言葉にされていない大事にしたいものを大事にしてほしいだったので、言葉にされてないことは僕は何も大事にしないのでもうなんか、あ、知恵さんそれすごいよくわかる女子はそこだよね、言葉にされていない大切なものを大切にしてほしい、あれ言葉にしてないことを言葉に表現してほしい、女性は言葉で言わなくても大切にしてほしいっていう、あー、なるほどなるほど、分かってよみたいなことね、あー、なるほど、そうですね、そこは女子は諦める必要そこは諦めなきゃいけないんだ、徐々に理解していったんですよね、私も、はい、最初の時はもうなんて察しができないのってあったんですけど、察しできないんだ、察しが、でも本当に分かんないんだってことが分かってから、チワワなんだって、丁寧に丁寧にリクエストして、それこそ本当に風邪で寝込んだ時があって、でそういう時にどうしてほしいのって言われて、それも本当にあの何ですか、もうデータとして貯めていってくれたんですけど、風邪で寝込んだ時は、水だったらこういう水がとか、そうデザートはこれが好きとか、食べ物だったらこれが好きで、デザートだ、あの果物だったらブドウとスイカと梨がとかって言って、もう本当に具体的にもう何を差し入れしてほしいかとかも、これとこれとこれがよくて、でしかもこういう風に接してほしいみたいな、それを
ちえちゃんが伝えたの？それは聞かれたんですよね。うん、で一回多分あの喧嘩時に、もうそういうのじゃないみたいな。そう喧嘩があったの。喧嘩があったの。一回喧嘩があって、それで喧嘩があって、じゃあちえちゃん風邪で寝込んだ時はどういうふうにしてほしいのって聞いたのね。そうなんです。一回目は何したの？タクタツの。一回目何したんだっけな。多分なんか自分なりに勝手にコンビニとか寄って、うん、プリンとか、うん、なんかいろいろ買ってったんだけど、うん、好きじゃないやつだったんですよ。うん、でしかもあの体調も良くないから虫の居所も良くなくて、いやこれさ、あの好きじゃないからいらないって言って食べてももらえなかったんですよ、うん、別にそれはいいじゃないですか、ひすじさんとこの奥さんじゃ、うん、本当あるね。だってなんか自分なりに大事にしたつもりだったのに、うん、なんか怒られるし、うん、なんか食べてももらえないし、うん、なんか俺の優しさを受け取ってもらってないんじゃないかみたいになって、うんね、よかれと思ってしたのにね、うん、そうっていうあのすれ違いがあったので、じゃあどうしてもらったらいいの、そうだね、確かに、どうし、じゃあどうして聞けるっていうところがいいよね。そうだよ、聞くの大事だと思う、ね、男性は自分のプライドを捨ててちゃんと聞く、うん、そうだね、そう多くの男性そこで聞けないじゃん、うん、聞けないスネ夫になるじゃん、女子は、うん、あの男子は察するのに5万年かかるって知ってもらうこと、知ってもらうことで、男子はあのちゃんと聞く、聞いてあげるっていう、そこを一個ずつじゃあ手がかりにすればいいんですね、と思いますね、そこが一番最初のスタートだと思うんで、はい、プライドね、あのちーちゃん的にはどこが入り口になりますか、男子女子で今タツンから教わります、ね、そうですね、女性側、女性側だったら本音を伝えていくことがまず第一だし、うん、男性だったらね、うん、聞いてあげて、なんかお互いに、ね、歩み寄っていったらいいなっていうのがやっぱり一番、確かに、でもそのラブラブの時から本音を伝えてたら男子も一番分かりやすいね、最初から感じだね、最初感じ、多くのねこじれてるやつらっていうのはねもう最初じゃないんですよ、冷え切ってからそれを言うから不満になるんだよね、さあどうするって今ね令和の皆さんたち、冷え切った場合はどうすればいい、冷え切った場合は何するとちょっと仲良くなるかな、なんか一緒になんかしたりするのがいいのかな、あそうですね、僕はよく勧めるのは、そもそもわざわざ2人のための時間を取るってことをしてないことがほとんどなので、確かに他のためとか何かのついでではなくて、2人のためだけの時間を取る、ご飯でもいいし、ちょっと散歩するでもいいし、何のためにそれするの、わざわざ何のためにそれするのっていう時に2人の時間を作りたいからっていう理由でそれを取るっていうのは、おしゃれおしゃれシャレオツ、やっぱり平成の量もちょっとおしゃれ、おしゃれ、ありがとうございます、2人の時間は作りたいからってもう口が回らないよ、昭和はちょっと口回らないね、昭和バージョンでもうちょっとなんかこういい昭和バージョン、おじさんたちにちょっと歩み寄るとしたらどうしたらいいかな、ぜひ龍馬が案じてほしいな、多分、これは僕の考えですけど、その素直に一緒にいたい、一緒に時間を作るっていうのを一番最初のその言えない気持ちを言えたら、今後も本音で言い合えるんです、なんで一番最初その言えないっていうそこのハードルを超えるってことが大事だと思います、超えてきてほしい、そしたら言えるようになる、言えるようになっていくと思います、はい、素直に言えるっていうのは、なんか多分そのね、直子さんにご相談されたおじさま方は言えないね、どうしたらいいのか分かんないんだよなって直子さんには言えるんですよね、でもそれを奥様になんかどうしたらいいとか、もっと奥さん前にするといい、もうすいませんってなっちゃうんだってわかる、だから、ね、奥さんにはとんでもございませんってなっちゃって、そしたらあれじゃない、なんかその何の意味もない奥さんのためだけのものを何か買っていってあげるとか、そう、なんか愛を注ぐの方がね、最初はね、逆にどう、奥さん側からしたら千恵さんは、まあ、私も結構、まあ、結婚してた時は、その冷戦時代とかもあったので、前の夫婦生活は結構なんて言うんですか、うまくいってない時期もたくさんあったんですけど、根本的に会話が少ないっていうのがやっぱりあると思うんで、なんかお互いに普通に会話をするとか、ね、最近何考えててどう思ってるとかって話せたらね、一番いいかな、ね、5年会話してないとか言ってね、でもご飯はちゃんと朝昼晩って今も作って置いてあるんですって、でもずっと家の中で無視し合ってる男女って怖っ
ってなるでしょ、うん、怖ってなります、ね、うん、だから美味しかったとかいただきますとか言ってから食べたらって言ったら、うんうん、いただきますって誰もいないのに言うのかとか言って、うん、もうおじさんそこからだなって何個だそうそう、命をもっと感じて味わってくださいよって、あとその洗い物するとかさって言ったら、うん、洗い物だってやってるよって言って、でもなんか洗ったやつが別のとこに戻ってあるんだとか言って可愛いですけどおじさん言ってるからもう、あ、でも多分金はね十分今までやってきたんだとかね、それが一番奥さんはムカつくかもしれない、もう本当典型的だから、でそういう人ね、でもすごい本当優しくって、子供食堂とか一生懸命やってんですよ、うん、愛があるんですよ、だから奥さんにしてみればそんなとこにやって、あ、どうせ私にはって思ってんじゃないのかなって思ったから、そう、だから一緒に手伝ってくれないかお前みたいな、こう背中でね、まあ、ご主人もそのやっぱりあの愛の発揮し場所がね、うん、今家庭ではないから、うん、そういうところで、ね、やっぱり愛そうだと思う、うんだろうね、うん、そういうおじさん増えてますよ、うん、お家ではなんか全然口聞いてもらえないんだ子供たちにもとか言って、うん、子供食堂で頑張ってるから、なんかでもこれインサイドアウトとしてはさ、うん、ね、違う、順序違うじゃんって思うから、じゃあちょっと今日はおじさん頑張るぞって言って行ってみるとは言いながら、また撃沈してね、チーンって来るんで、おき手紙とかどうですか、おき手紙とか、おいしかったよとか、おいしかったよ、ありがとうとか、直接言えなかったら ね、手紙作戦はいいよね、手紙作戦、それはでもなんかプライド的にどうなんですか、あの昭和手紙、うん、手紙もまあハードルは高いといえば高いけどね、何かかやっていかないといけないからね、うん、何かをその一個ずつね、隣がどこかですよね、うん、確かに、お花買って帰るとかね、いい、うん、急にどうしたってなるなんだろうそんなのって、ね、やっぱいろいろ考えちゃうんだろうね、やる前にね、そうですよね、うんうん、やっぱ令和は軽やかにね、スピード感持っていかないといけないからね、給付金入ったぞとか、いやいやいやそういうのとかね、一人10万円だほらお前の分だとか言って、わーいとか言って、なんか軽やかにできないもんですかね、まあでもなんか好きなものをね、うん、聞いて聞くっていうのが大事だと思うんだよね、うん、聞いて時々それを、まあ、うちのね、かみさんは焼き鳥が好きだから、あの時々焼き鳥帰っていくと喜ばれますからね、焼き鳥はね、いいです、辻さんでもちゃんとそういう奥さんの好きなもの確かによく知ってる、よく知ってるっていうか、うん、あの神さんの場合はその、うん、間違うとものすごい叱りますから言ってくれる違うってもうほんとね、あのお客さんからもらったね、すごい高級なチーズケーキとかも、私もチーズケーキとか一番嫌いだから、一番嫌いウケるウケるお客さんの愛台無しにするちなみにお土産で持って帰って喜ばれたものはどんなものがあるんですか？一つね、思ったのはその分かるやつは買っていくけど、ここの焼き鳥はもう好きって分かってるからそういうのを買っていくけど、その例えばその僕出張が多かったから、出張でいろんなものを買っていくと大概怒られたんですよ。私はもう好きなのがちゃんと自分で分かってるから、あんたは余計大概買ってくるのね、口に合わないから、あの余計なもの買わなくていいって言われて、あのだからそれ知らずにね、もしその本音で言わなかったら、かみさんとしては買われてくるたびにストレスが溜まってったと思うんですよね。そうですね、うん、でもその言うことで、あ、俺も余計なものは買わなくていいのかって分かるし、その神さんもね、あのストレスがたまらなくて済むからね。まあ、神さんの場合その食品会社のね、あのお父さんが食品会社をやってたから、とにかくしょっちゅう家にいろんなものが送られてくる家だったんですよ。そうだったんですね。だからその自分が欲しくないものが送られてくるっていうのが、その実はそのストレスになる人もいるんですよね。リサーチが大事だね。だからそのね、マーケティングですね。マーケティングですよ。本当にその良かれと思ったことがね、うん、そのまあ一番驚いたのはそのうちのね、おじいちゃんが娘のね、かみさんのお父さんですけど、その孫であるうちの娘をね、ちっちゃい時、うん、トイザラスでとにかく何でも買ってくれるんですよ。 お孫さんが可愛い、うん、孫が可愛いから何でも買ってくれて、うん、なんか娘がちょっとでも触ったやつは、うん、全部もう後でこうやって入れていくんですよ。す
おじいちゃま素敵素敵そしてその娘がね大きくなった時言ったんだけど、うん、本当はそのまあ おじいちゃんも亡くなっちゃったんだけどね、おじいちゃんのね愛だって分かってたから言わなかったけど、本当は私は欲しいものを一個だけ選びたかったって言ってたのね。だから欲しいものを何でも買ってあげるってなんかいかに絶対愛って感じするじゃないですか、うんうんうん、でも人によってはその本当に欲しいものを一個だけ選びたかったっていう、うん、本当に愛の形って結構そのすれ違いが、うん、だから娘もね、うん、それを全部買ってくれるのは おじいちゃんのね愛だから、うん、分かってるから、うんうんうん、その言わなかったらしいんだけど、すごいねそこもすごいね、ねえ優しい、うん、女子ってすごいねやっぱね、うん、でもさ、うん、結構聞かないとさ大概あの聞かないとさ、うん、愛が相手にストレスになってることもあるんだよね。そうなんですよ。そこね、よかれ愛ってやつですね。よかれ愛、うん、だから離婚の原因は あの愛だからね、うん、相手のため、愛のすれ違いがすごい名言ですね、うん、今日ね離婚の原因は愛って そうですよ、何も全ては根っこは愛だから、離婚の原因は愛ですね。その結論に対してよりもやっぱプロセスとか今すごい大事じゃない、うんうん、結論はね分かれ道だったとしてもそれが愛っていう、うん、そこね、うん、でもそのね関係を良くするのにね男性だったら何もすごい稼ぎを良くするっていうんじゃなくて、うん、そのちゃんと相手の気持ちを聞くっていうね、そうですよね、ある意味その、ね、年収を3倍にしろって言ってる話じゃないから、うん、もっと簡単なことが相手の話を聞くっていうことだから、うん、その、まあ、ある意味ハードルは高くても、うんうん、さあまた飛び出しました、離婚の原因は愛、よかれ愛というものがこじらせてしまうんですよね。まだまだこのパートナーシップのトークは来週も引き続きゲストに松田辰徳さんと千恵さんをお迎えしてお届けしていきます。来週も聞き逃せませんよ、お楽しみに。それでは今週はここまで、またね。このコーナーの提供は喜びの種まきプレシード、愛の折り箱や八坂がお送りしました。言葉の頼りが大切な笑顔一つ守れるかもしれない。言葉って魔法だね、夕日が切ない気持ちを包んで行くような優しい魔法だね。素直に言えなかったありがとう、や愛してるを、今日は大切な人に伝えたい言葉に変えて。今日
に変えて言葉って魔法だね夕日が切ない気持ちを包んでゆくような優しい魔法だね素直に言えなかったありがとうや愛してるを今日は大切な人に伝えたい言葉に変えて伝えたい言葉に変えて